ますね。これから奥多摩の方にですね、下道使って、行きたいと思います。だいたいね、混んでるから2時間って言われてるんだけど、私が行きたいお店が3時ラストオーダーなんですね。だからまあ本当ギリギリぐらいなんですけれども、ちょっと楽しんで行ってきたいと思います。なっちゃうね、この手袋。ちょっとこれやばいね。とリバーサイドカフェさんに無事到着することができました。すごいよ、いい感じの道が続いてる森の中って感じですね。じゃあ行ってきます。こんにちは。川をね、見ながら食事できるのいいですね。座ってると見えないんだけど、立つと。美味しそう。下の方にも降りられるみたいですよ。あっちの方かな。後で行ってみようと思います。ん、カラビナだ。あ、ここキャニオニングもやってるんですね。キャニオニングの装備がいっぱいあるホステル。私も昔やったことあるな。よいしょ、誰もいないよ。貸し切り状態だね。降りてきましたよ。川がもうすぐそばにあります。さっきまで私が食事していたのがあの上をね、そこから見下ろしてた。すぐそばまで来れるみたいですよ。川だね。天下の川とはやっぱちょっと違うね。そりゃそうだよね。でも綺麗綺麗。平らな石がないよ。
どれだか。今ね、奥多摩湖の方に着きました。一面ね、すごい深い緑が広がってるの分かりますか？晴れてればね、もう少し多分その透明度があったんだと思うんですけど、もう曇りでね、今日は。でも時刻ももうすぐで5時になっちゃうので暗い感じなんですけど、これからね、しばらくこのベンチで座って休んでから東京の方に戻りたいと思います。ちょっとゆっくりしよっと。見える？帰ろっか。